牧本創役、阿部サダヲさん、全編終了です。お疲れ様でした。アイアム牧本。一言一言一言。言葉。監督ありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。楽しかったです。すごい楽しかったんでしょうね。全然疲れなかったです。スタッフさんも面白い人ばっかりだし、キャストも次々面白い人来るし、山形キャストの人もまたすごい人たちが来るし、ずっと飽きないで、なんか牧本大丈夫かなと思うぐらい、なんかすごく普通に演じられたのが良かったなと思ってます。本当感謝してます。ありがとうございました。1ヶ月 のロケを終えて、はい、今撮影が終えたの気持ちを教えていただけますと幸いです。いや、なんか全然長く感じなかったですね。楽しかったので、はい、すごくあっという間な感じでした。阿部さんは水田監督とのお仕事は何度もされてて、今回は4回目ですか？映画で言うとそうですね、はい、4回、はい。今回の水田組はいかがでしたでしょうか？まあ、いつもというか、まあ、今まで映画3本ご一緒させていただきましたけど、まあ、脚本が大体、まあ、工藤さんで3本やったんですけど、今回初めて違う脚本の倉持さん、まあ、込んでやらせていただきましたけどね、まあ、ちょっと独特な、まあ、もともと原作があるもので、だからちょっとすごく淡々としたお話っていうのは僕やったことなかったので、どうなっていくのかなっていう感じはありましたけどね。でもすごくやっぱ楽しかったですね。まあ、監督がもうやっぱりね、ちょっと1年撮れなかった時期があったじゃないですか。まあ、その間も時間もあったし、もう相当こう練られた感じがしたので、僕は全然苦労しなかったですけど、なんか多分監督の中で決まってるのでほとんどが、いつも信頼しきっちゃってるとか、まあ、お任せしきっちゃってるって感じがあるんで、やれた通りやるっていう感じでしたけどね。それでは脚本を読まれた時の感想も教えていただきたいですけど、なんかそのもともとやっぱりある、お見送りの作法っていうものを見させていただいて、それから脚本を読んだんですけど、やっぱりちょっとずつこう日本寄りというか、見やすくというんですかね、すごく優しい、お客さんに優しい感じになってたので面白いなって思ったのと、なんかこういう感じの作品はあんまりやったことがないんですよね。だから、すごく挑戦できるなっていう感じはありました。なんか、阿部さんの演じられた牧本っていうキャラクターは結構独特なキャラクターだったと思うんですけれど、はい、阿部さんは牧本はどんな人物だと思われましたか？どんな人物、はい、すごく、ね、なんていうのかな、いい意味でですけど計算ができないというか、まっすぐな、本当に真面目な、自分のルールからは逸脱できない人なんですけど、やっぱりあることをきっかけにちょっとずつ変わっていくのですよね、やっぱ牧本さんも、それがやっぱ面白いなと思ったので、そこも大事にやりたいなって思いましたね。今回役作りなどされて苦労されたこととかっていうのがありました？苦労っていうのはあんまりない、僕以外のキャストの人が面白かったっていうのはね、次々面白い人が来るので、山形のキャストの方とかもすごい面白いから、僕はあんまりやりすぎない方がいいんだろうなっていう、淡々としていた方がいいのかなって思いました。今その他の人がやりすぎてるわけじゃないですよ、本当面白い、見た目も面白かったりとかする人たちが多かったので、それはそういう意味ではすごく、あんまり僕は作り込んだことはしてないですね。